さんこんにちは。こんにちは。鎌倉農博協議会のアドバイザーの間宮と申します。今日はですね、ご覧のように鎌倉在住で前衆議院議員の浅尾圭一郎さんをここ我々の協議会が所有している材木座にあります、TD リーフバケーションハウス琥珀という、古民家宿泊場をにお招きをしましてですね、今日これからの大川の方から会で抱えている課題、いろいろな角度からお話をしてですね、鎌倉在住の生活者としての浅尾圭一郎さんにいろいろヒントをいただければということで、準備をいたしました。早速始めたいと思います。じゃあ大川さんの方からぜひ、いろいろと質問をお願いします。ではお時間いただきましてありがとうございます。実は間宮さんがですね、平協会にコンタクトして来ていただきまして、鎌倉のために何かしたいっていう、こう元気な、ちょっと大先輩でいらっしゃるので、行動力がすごくてですね、ちょっと会おうっていう話でいきなり鎌倉に呼び出されまして、私行動力がある方好きなの でちょっとご経歴をお聞かせいただけますかって聞いたら、かつて博報堂の退社された後に韓国まで歩いて行って、その韓国の一都市と鎌倉の姉妹都市の提携に尽力されたという方で、面白い方だなということ でいろんな人脈があるからそこをつなげていきたいと今日営業会でですね、ですごくその時に会ってっていう人に浅尾先生の話がありまして、でいろいろこう経歴を聞いて、じゃちょっと鎌倉 の意識が高い市民としてちょっと話をしましょうっていうことで間宮さんからいただいたので、浅尾さんはやっぱり元気な方だな先輩だなそうですね、はい、今お話がありましたようになかなか歩いてソウルまでは行かれないですからね、それ以外でも今のアンドンとの交流も一生懸命やっておられますので、じゃあ早速なんですけど、さっきちょっと我々教会の方で、いろいろこう鎌倉に対して、問題提起っていうか、こうしたらいいんじゃないかと思っていることが普段ありますので、ちょっといろいろお話聞かせていただければなと思うんですけども、まずなぜ鎌倉かっていう、そうですね、まずなぜか東京でお仕事をされてるんですけどね、はい、先ほど元気な大先輩のですねお話をしたんですけども、東京の方でですね65歳以上の方が、就業できる場所っていうことで、東京駅の近くに創業支援施設を弊社の方で作りまして、その時に採用した方がこの鎌倉で今、鎌倉の事業の責任者をしていただいている富永さん の先輩で、でなんかわかんないけどもその遊びの天才がいるんだっていうことで、サーフィンもできるし手先も器用だし、こういう事業やるのにぴったりだっていうことで富永さんを紹介していただいて、であったらもう面倒見も良さそうですし責任感もありそうでしたんで、もうこの方にちょっと少しお任せして一件やってみようっていうことでやりましたら、1件目がすごくうまくいったん で2件目3件目とやって、ここが4件目の、宿になるんですけども、中途半端にやるんじゃなくてここは買い取って、ここの前所有さんは、高齢者の方で、1人でここをもう維持するのは大変だからっていうことで、不動産屋さんに販売してたんですけども、そこでここを壊してしまうよりは私ども買い取って、再生していこうと、古き良きものをっていうことで、でそんなこんなやってると高齢者の就業場所っていうことでやったオフィスなんですけども、高齢者の方元気だなっていう、高齢者っていうと怒られちゃうんですけど、間宮先輩が後期高齢者己を耕すって言ってますけど、イメージがすごく変わりまして、
高齢者の方の就労場所ですね。やっぱりここについてはいろいろ行政、民間こう手を携えながらやっていかなきゃいけない問題かなと思うんですけども、そもそもそこら辺はどのようなお考えお持ちでしょう。高齢者の就業場所を確保するっていう問題についてですね。そうですね、今その若い世代もすごく少なくなってますから、一方で今お話があったようにですね、元気なお年寄りの方、高齢者の方が多いので、できる限りそういう場所を確保していくっていうのは、いいと思いますし、特にいろんな意味でですね、新しい取り組みをされている企業あるいはその NPO 等もあるんじゃないかなと、確かに四国の徳島だったですかね、大葉の生産を高齢者がやってると、平均年で78とかっていう試みもありますし、ですからいろんな形でですね、お仕事していただくと非常に大事なことじゃないかと思います。鎌倉でもセカンドライフ鎌倉って言いましてね、やっぱり市役所中心になって元気なパソコンいじれて、外国語も少しできるそういう人集まってっていうことでトリプラスっていうグループ作ってですね、世界中からいろんな方を鎌倉に、自分の企画で僕はおそば打ちを教えるとか、僕は広町を案内するとか、私は自転車で街を歩くとか、いろんな活性化したんですが、チラシまで作ったんですけど、このインバウンドっていうかね、このコロナのことで今ちょっとあれしてるんですけども、そういう動きもね、市でもやっていただいて、僕もその一員で参加させていただいたり、いろんなところでそういうことあるんじゃないですかね。はい。